はいどうも、おこんばちです。ハロークレイジー、あげよし、りょうです。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回なんですけれども、ハテナミッションボックス002を開封していきたいと思います。で、前回発売されたこちらのビックリにはダブルドライバーのレイズバックルついてきたんですけれども、今回はボックスのみということで、収納できるものはびっくりと全く一緒で、デカバックル、小型バックル、ドライバーということで。でもこちら本編だとミッションクリアとかでね、バックルが手に入るときにこのボックスに入って出てくるっていう形なので、劇中再現ももちろんできるということですね。はい、それでは早速開けていきましょう。実はすでに Amazon でポチってたんですけれども、全然届かなくてヤマダ電機で買ってきました。なので特典の変身サウンドカードがついてきたので、こちらも後ほど試してみたいと思います。取り出すとこんな感じで、まあ一緒ですね。はい、でめっちゃいいね、マゼンタカラーっていうのかな。これはデザイアグランプリのロゴがありまして、で表面がハテナになってますね。で開けると中の形状とかも完全一緒なので、ほぼほぼ言うことないこういうことないんですけれども、とりあえず入れていきましょうか。はい、ミニバッグ入れてきましたけど、まあ見た目こんな感じで、でもちろんのことちゃんと蓋が閉まります。続いてデカバッグ入れていきます。ブースを入れることができましたので、こちら閉めて開けると軽和ごっこができます。はい、めちゃめちゃなんか緩いんだよね、これすぐ外れちゃう感じ。個体差によってなんかすごいね、はめづらかったりしますね、真ん中は。で一応ドライバーに本編では多分ないかとは思うんですけれども、ベルトはめるとこんな感じですね。まあなんか違うベルトとか入ってそうな色してますけど。まあそんなところですよね。じゃあ続いてね、変身サウンドカードを鳴らしていきましょう。この絵柄を見る限り、リヴァイ、バイス、ギーツが3人いるんで、しかもベルトもね、2つ描いてあるんで、どんな感じになるのかっていうのがすごい楽しみなんですけれども、はい、入れてみたんですけれども、まず最初ね、リヴァイスドライバーの絵柄になってますね。おっとおっと、予想と全然違ったんだけどめちゃくちゃ短縮の織り交ぜ変身みたいな感じ。もう一回聞いてみましょう。ダディアップ、レディーファイト。はい、ということでめちゃくちゃシンプル。まあこれね、ギーツ関連のグッズ買ったらもらえる特典なので、2つのドライバーが映るから十分贅沢なサウンドカードだと思います。まあ、なくならないうちに欲しい方は、ぜひ、技術関連の玩具買ってもらってみるのもいかがでしょうか。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。ハロークレイジー。お相手は、あげよし、りょうでした。ありがとうございます。バイバイ。